どうも、クワでございます。本日はですね、ちょっと旅のヒントというかも、お話できたらなと思って動画を撮り始めました。皆様、いろいろマイルを貯めたりとか、めんどくさいからマイルを貯めなかったりとか、 ANA で貯めてるとか、ワンワールド、JAL 系で貯めてるとか、まあ人によってね、様々だと思うんですけど、今日は僕、デルタが大好きでして、デルタが好きなんです。で、デルタを使ってる皆様でマイル、正直ね、日本に住んでるとデルタって ほぼ使わないと言っても、デルタ自体はね、アメリカ行く時ぐらいしか使わないんですよ、やっぱり。だけど、まあデルタってスカイチームの一員でして、スカイチームの、まあ、中国なんちゃら航空とかベトナム航空とか、そういうのもスカイチームで、そういうところにマイルを使えるので、マイルを貯めない手はないなという話になってきます。そういう話なんです。マイルは、まあどっちにせよ貯めておいた方がいいし、デルタのマイルのいいところっていうのは永久不滅、カードのステータスとか、そういうマイルの、ランクに関わらず永久に不滅のマイルを獲得することができるっていうところがとてもいいところで、で、日本で結構皆様持ってる方もいらっしゃるんですけど、デルタのね、クレジットカードを作るのが結構お得かな。で、買い物でもマイルが貯まるし、もちろん飛行機でも貯まるし、で、そういうところで、デルタのクレジットカードを持ってると大変便利なんですけども、僕はですね、一応デルタのアメックスのゴールドカードと、一番最初に使い始めたのがこれなんですよね。デルタのテイクオフ、 JCB のテイクオフカードっていうのを使い始めて、で、これを1年ぐらい使って、先ほどのデルタのアメックスのゴールドに乗り換えました。なぜかっていうと、デルタは先ほど言ったようにポイントが永久不滅っていうところと、まあね、このゴールド会員になるとラウンジとか最初の1年間は入り放題なんですよね。で、スカイプライオリティで優先搭乗とか、それなりの特典が得られるっていうところで、僕はゴールドの方に変えたんですけども、まあね、それはさておいて、今回の話はそこじゃなくて、日本で貯めたい、一応ね、デルタのマイルのシステムでクレジットカード使った10万円で、まあ、大体1000ポイント1000マイルかになるんですけども、今回ね、紹介するのがちょっと特別な方法というかで、日本500マイルキャンペーンっていう、多分ね、知ってる人も知ってるんだと思うんですけど、こうボーナスマイルが加算されるっていうキャンペーンです。日本500マイルっていう風に検索してもらうと、記入して埋めてくださいっていうフォームがあって、それは何か、どういう条件を満たせばもらえるのかっていうと、まず日本の航空会社、特に指定はありません、どの航空会社でもいいんで、どの路線でもいいんで乗ります。で、そのフォームを記入して、ボーナスマイル加算申請フォームっていうんですけど、そのフォームと搭乗券を PDF とかスキャンしてイメールで送ると、1路線につき500マイルを獲得できる。なので2路線行って帰ってくれば1000マイル貯まるっていう話なんですね。で、大変お得で、これ多分やってない人も多分多いはず、なんか忘れててとか、なのでやりましょうっていう動画です。今回ね、僕は先日長崎にソラシドエアを使って行ったんですけど、で、まあ、実際にね、こういう風に搭乗券、行きと帰りの分で搭乗券が2枚あって、これが500マイル500マイルに変わるっていう話ですね。これをスキャンして、両方ともね、行きと帰り分両方ともスキャンして、申請フォームと一緒にメールで送ると500マイル加算されるという。僕も日本国内であんまり国内線を乗ったことがなかったので初めて、なんですけども、一回ね、ちょっとやってみようかなと思っております。このキャンペーンがね、終わるのが2020年の3月とか4月だったので、乗った日からフライト日から2ヶ月以内だったらマイルが加算できるみたいなので、それ以内にね、やってください。で、そこからまた6週間から8週間ぐらいマイルを加算するのには時間がかかるみたいなので、めちゃくちゃゆっくりとか、めちゃくちゃ前の分のとか、昨年の夏のとかは無理だとは思うんですけども、ここ最近で日本の国内線乗ってデルタのマイレージを貯めてるよっていう方がいれば、ぜひお忘れなく。ボーナスマイルでもね、もらえるものはもらった方がいいと思うので、加算できるものは加算していきましょう。まあ、いろいろ加算対象外みたいなのもあるような気がするので、詳しくはまあデルタの申請フォームにいろいろ書いてあるので見て
早いかなという動画でございました。日本500マイル、ぜひ、試してみてください。日本500マイルキャンペーンのご紹介でございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。